登校中なんですから、ここにいるのも制服なのも当然ですよ。カズマ先輩こそどうしちゃったんですか？はい、その様子じゃ提出しろなんて無理ね。わかったわ、先生に掛け合って期限を伸ばしてあげる。その代わり今日の放課後は委員会の仕事を手伝ってよね。このスマ、あれどこだ？ここ、確か森に来て、それからコウモリ討伐を。いや、ここどう見ても森の中じゃないな。というかアスファルトがある時点でいろいろおかしい。何がおかしいんですか？こういう舗装されてる道がテシエロ、どうしてここに。というかその服どうした？登校中なんですから、ここにいるのも制服なのも当然ですよ。カズマ先輩こそどうしちゃったんですか？はい、あれ僕なんか変なこと言っちゃいました？いや、いい、すごくいい、その設定最高。設定よくわかりませんが、カズマ先輩が嬉しいならそれでよかったです。この子はもうなんて可愛い後輩なんだ。もう大げさですよ。でもせっかくなので後輩からのお願いです。なんだい？先輩に何でも言ってごらん。今日の放課後こそは部活に顔出してくださいね。一緒にみっちり鍛えましょう。シエロ基準で鍛えるのはちょっと無理だが、まあ考えておくよ。約束ですよ。それでは先に学校行ってますね。はいよ、気をつけてな。前にもこんなことあった気が。そうか、これはシエロルート。部活に行けばドキドキなイベントが待ってるはず。よし、とりあえず俺も学校行くか。放課後が楽しみだ。青春しちゃうぜ。はあ、やっと昼休みか。授業ってこんな疲れるものだったか。どうしたのよ、そんなだらしない顔して。あれ、リーもこの学校に通ってたのか。もう何言ってんのよ、入学した時から同じクラスじゃない。なんだか不思議とそうだった気がする。気がするんじゃなくて事実なんだけど。まあいいわ。あんた進路希望の紙まだ出してないでしょ。しっかりしてよね。あんたが出さないとクラス委員の私がくどくど言われるんだから。進路希望？そんなのあったっけ？その様子じゃ提出しろなんて無理ね。わかったわ、先生に掛け合って期限を伸ばしてあげる。その代わり今日の放課後は委員会の仕事を手伝ってよね。え？いや、今日の放課後はちょっと用事が。いや、これはまさかのルート分岐。ここはあえて断らないのが恋愛のプロ。多分。わかった、任せてくれ。今の間は何かしら。とにかく頼んだわよ。やっと授業終わったな。さて決断の時だ。可愛らしい後輩のシエロもいいが、しっかり者のクラス委員リーンも捨てがたい。そう、選べない。俺には二人のどちらかなんて選べない。だが選ばないという選択肢もない。ああ、もうわからん、どうすればいいんだよ。どうしたんだよカズマ、廊下まで聞こえてきたぞ。ダスト悪い、今人生の岐路に立たされててさ。お前はこんな時間までどうしたんだ？俺はお前に言わなきゃいけないことがあってな。いつになく真剣な顔だな。一体どうしたんだよ。一度しか言わねえからしっかり聞いてくれ。俺前からカズマのことが。ダストルートかよー！
ズマさん、よかった、ようやく目が覚めたんですね。ちったらよくない。え、俺こんなところで寝てたの？あんた何も覚えてないのね。あいつに血を吸われてしばらく倒れてたのよ。カズマ、目覚めたか？たく、貧血ごときでぶっ倒れやがってよ。みんな、制服は？俺の甘酸っぱい学校生活は？もしかして、まだ具合悪いんですか？僕たちはいつも通りの服ですよ。そうだよな。うん、いつもの服だ。何寝言言ってんだよ、早く助立ちしろっての。コウモリめ、俺の純情をもてあそぶような夢見せやがって、覚悟しやがれ。このスバ、倒してやったぜ。お疲れ様。今日のカズマすごい迫力ね。こいつに血を吸われたせいで変な夢見てな、むしゃくしゃしてたんだ。それでよくわからないことを言ってたんですね。つーか、俺の名前叫ぶってどんな夢見てたんだよ。なんか気になってくるじゃねえか。あんまり思い出したくもないが、なぜか俺の故郷にお前らがいたんだ。あら、面白そうな夢じゃない。それでシエロは俺の後輩、リンは皆のまとめ役をしてたんだ。俺は二人と仲良くなるはずだったんだが、突然出てきたダストに告白されて目が覚めた。まさに急展開ね。それは貧血で気絶してても飛び起きるわけだわ。ちょっと待て、なんで俺がお前なんかに。知るかよ。というかお前が出てこなきゃ俺はシエロルートかリーンルートに行けてたんだよ。お前が俺を夢に出したんだろうが。つーか、ルートってなんだよ、意味わかんねえな。はいはい、そこまで。たかが夢で喧嘩しないの。そうですよ、夢なんですから、カズマさんもダスタさんも悪くないです。そうだな、悪いダスト、ちょっと大人げなかった。いや構わねえよ、俺もちょっと怒りすぎたしな。さて、仲直りも済んだことだし、今日はもう帰りましょう。みんな今日はお疲れ様。いらっしゃいませ。今日もいい子が揃っていますよ。お邪魔しまーす。やっぱ一人で入るのは緊張するな。リーンはたかが夢と言っていたが、やはり男子たるもの続きが気になって仕方ない。そして夢といえばもちろんこの店、有効活用してどっちのルートも最後まで見届けてやる。さて、どっちから攻略を。カズマ、なんだよダスト、お前も来てたのか。今日はどんな夢にしたんだ。近寄んな、お前だけには会いたくなかったのに。おいおい、そんなこと言うなよ。確かに昨日は喧嘩したけど、同じ店に通う仲間だろ。お前なんて仲間でもなんでもねえ、いいからどっか行け。なんなんだよあいつ、もしかして昨日のことを根に持ってるのか。あれ、カズマさん、いらっしゃいませ。おう、ロリーさん、ダストのやつ何かあったのか。妙に嫌われてるんだが。それはそうかもしれませんね。何か知ってるのか。はい、ダストさん、今日は変な夢を見たらしく、それを忘れたくてここに来たみたいです。なんでもカズマさんにお付き合いを申し込む悪夢を見たとか。お話ししている時も辛そうでしたし。なるほど。なので
今日はダストさんに近寄らないのが吉かと。夢で勝手される気持ちがわかる分、なんか申し訳なくなってきたな。このスパ、どうしちまったんだ。カズマはなんか妙によそよそしいんだよな。俺ほどカズマと親しい男はいねえぞ。秘密だって山ほど知ってるしな。ああ見えて頭が切れるし、カズマは結構頼りになるんだぜ。リーンのやつ、ちょっとしたことでもすぐすっ飛んできやがるからな。我慢は性に合わねえ。思ってることはちゃんと言わねえとな。